皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2023年、9月23日、21時8分、スポーツの勝ち負けを行っていたからか何なのかわからないですが、本日の、阪神タイガース対巨人の試合なんですけども、今日18時ぐらい加古様来られましたでしょうか。あとそれと面接受けましたけども落ちましたということで、金銭的にかなり、厳しい状況です。何か決まったらまた郵送しようかとは思ってるんですけども、何でもすぐこう郵送というわけにもいかないのと、あと以前もお指摘してたと思うんですが、なんかますます顔が変になってると思うんですけども、手話甲子園に関してとある年の分が見つかっていない。ベージュの服装をしていたのは以前も見たことがあったような気がするんですよ。で、青い服の手話甲子園自体が本当は今年の夏ぐらいだったのではと僕は思ったりとかするんですね。で、その青い色の服も昨日の晩もその佳子さんは、意図的に佳子ちゃんって言いますけども、動画というかその記事を見た時にものすごい量の記事だったんです。で、青い服の色がその新聞記事によっては写真付きなんですけども色が違うんですよ。で、それプラス、ベージュで、以前その動画で言ってた時は違う服で、その日はまた違う色だからだとか何かそういう風な動画も昔見たことがあるような気がするんですよ。18時だったとして僕はどこ行ったらいいんでしょうって、ごめんなさいよ本当に。昨日小木さんが、サンデーステーションの小木さんが会うって言ってたんですよ。僕はどう、マキ逆だった。ごめんなさいね。もし本当に歩いた方だったら、来てくれて歩いた方なんだったとしたら、それは精神的にきついだろうし、僕もそれ今日、先ほど買い物行っていて、それ考えたときに、18時とか一瞬言われてたとか思い出したんですよ。昨日の夜中か、日付が変わったぐらい。で、スポーツの勝ち負けの試合してるとき、電波で、あれこれ言われたりとかもあるんですね。で、18時って言われて、18時なんだろうっていう、最初は、誰か歩くのかなとか、そういうふうな感覚で、ここ最近も、元日本代表のスポーツ選手とかが、何人か横通り過ぎていったんですけども、その瞬間、いつもわからない状態です。岡崎慎司選手、元選手、サッカー日本代表の選手へ、こう伝えてほしいだとか、大体もうみんな会うって言って横通り過ぎるだけなので、で、今日のパターンの場合は僕家にいました。で、18時っていうのは頭の中が完全に抜けていました。で、阪神対巨人戦の勝ち負けで、こう集中していて、そこで18時、だからコンピューター制御とかで、もし来ていたとしたらですよ。ただ、
手話パフォーマンスの、いや、え、本当に、え、ってなってるんですよ。いや、それ普通夏休みとかにするのではとか、だから本当に手話パフォーマンス9月22日行われたのかなと、2024年の手話パフォーマンス甲子園が開かれたのに、え、9月22日って一体何だろうって。そういうふうな状況で、あと記事見ていても変で、ああ、そういえば、なんか同じパターン何回もあるわっていう状況なんですよ。まあ、何が何なのか全然よくわからないという状況です。まあ、こちらの状況としては、まあ、金銭的に厳しい状況と、これなんか以前も同じパターンで、何でしたっけ、そのスポーツの勝ち負けをやめなきゃならないとか誰かに言われたんでしたっけ、僕は。で、その抜け出せない状況のようなものがあって、で、まあけど、その部分を配慮して、阪神対巨人の試合が、まあ、さすがに18時には終わるという形で、まあ、18時ぐらいには家出れるという形で、18時という声を前日に、その、電波で一瞬、18時に。男性の声ですよ。で、言ったの、会うって言ったの、小木さんなんですよ。わかんない。もう、あ、帰りもちょっとは、僕もし加古様だったら、加古ちゃんだったらどうしようって、もう半泣きになって、本当に僕 もうこんな年までこれもうずっと繰り返すのは本当きついですし、もう加古ちゃんだけじゃなくて他の人間もそう、いや、もうそこまでみんな声かけてくれへんだったらいじめやんっていう形にしかならない。でも昔は年上の人たちとか多かったですから、そう、すんなり敬語とかで言えましたよ。だけども、これ年下ばっかりになった時に、これ横をさらに通り過ぎられてって、これ年数経過すればするほどもっとダメージ大きいやんっていう、まあ意図的に言葉を崩して言ってるんですけども、こう、今なんか古いはちょっと来たんですけども、今、カコちゃん帰る。ちょ、これね、そう、いや、もうこれ、家の中でカコちゃんの声、だいぶ前から、カコちゃんの声の方でもいろいろ聞かされてるんですよ。本当はまだ神戸とかいろんなこと、いっぱい言われて、で、手話、パフォーマンスの記事と、で、言ってる内容も同じ、なんか理解をどうこうみたいなことの内容の全く同じ文言、いや、その前に何年か前のものが消えていて、ベージュの服 で確か サタデーステーション報道ステーションでしたっけ、報道ステーションの方でしたっけ、ちょっとはっきり覚えてないんですけども、もう名称3つも付けてしまったらもうこうなりますね、どうせ。もうさっき笑ってしまったからなかなか言葉が出てこない。行政の人が会わせてくれるだとか、かぼちゃんがね、こう、行政が会わせてくれるんですかとか、何か、行政が合わせてくれるとか、何かこういう風にしながら、ベージュの服着て喋ってるところの映像は見たんですが、合わせてくれたこと一回でもありましたっけ、普通に話し合いのところまでたどり着いてですよ。で、一応手話パフォーマンスの多分以前のものだとは思うんですけども、心の声での会話で、いや、こちらは2024年の9月何日の淡い季節ですけども、9月2日、話し合いしっかりとできてませんって言ったら、
そしたら私の負けですっていう内容とかは見てるんですよ。まあ、あの服装の頃が以前のものだ、9月2日よりも以前のもので、その未来を知っていて、着ていて、あの場で立っていて、そこは分からないんですよ。やっぱりもう言えなくなってます、自分から自分の名前だとか。で、あれ電話で誰かと話してませんでした、ヘッドホンつけてましたから。あの状態だったら多分無理だと思いますよ。そのことに集中しなかったで、多分僕は今日18時、カコちゃんだったとしたらですよ、カコ様だ、もうカコ様イコールカコちゃんなんですけども、18時っていうことに多分集中していなかったからそうなんでしょうけども、多分18時っていう内容を忘れさせられると思うんですよ。テレビを見ていた、18時のことを覚えておこうと思ったら思い出す、頭の中に描くわけじゃないですか。そしたら現場に伝わるわけじゃないですか。だから会いに来ることを隠そうとしたらダメなんだと思うんですよ。で、多分来るのは どうせ来るんだ、多分絶対ここだと思うんですよ。話が落ち着いてできますし。で、そのまあまあ、あきこちゃんの件はその謝って、まあ、それで、まあ、多分、あきこさんだとは思いますよ。あの、金髪の、髪の毛ここでこう束ねていて、テレビで出てる時みたいな黒髪のセンターわけじゃない人物なんですけども、そこの、スパゲッティ屋さんに入ろうとして、まあもちろん朝早かったから8月9日の件ですけども、空いてるわけがなくてこうガチャガチャってこうしていた時、仮にあそこに入って話したとしても、もう あそこ入っても絶対無理です。僕の母親が亡くなった時に、僕と僕の姉と父親などであそこで食事したんですよ。もうだから僕の件のことを言ってくる人間は言ってきますから、落ち着いて話できる場所はこの近辺ではまずないと思ってください。ここしかないと思ってください。僕はフルーツラパークを選んでいて、あの動画、8月9日僕の誕生日、これが現実ですみたいな内容のもの、フルーツラパークの中を歩いてこう、内部とか撮影してる映像を見てもらいましたでしょうか。菊の間のところの目の前のところに、もうテーブル用意してくれてるわけじゃないですか、椅子も。で、人が、まあ、1人、まあ、年配の方がいただけで、まあ、その人は映してませんけども、ほぼほぼ人いないんですよ、そもそも根本的に。で、フルーツラパーク内をいろいろ撮影してもらってますけども、人ほとんどいません。で、夏休みの、12時から13時ぐらいの間で、まあ、13時前にこう帰ろうとして出て行った時に、バーベキューコーナーとかを見た時に、バーベキューハウスのところだけお客さんがいて、2組しか見てないんですよ。潰れます、普通の店舗で。もうどこでも。冬場なんかもっとお客さん来ないですから。いろんなところはもう閉店状態になってたんですけども、まあ、昔からもともと3階の和食の、まあ、店舗なども土日祝日だけ開けるみたいな形でしてただけで、だから他はもう他の平日の時は閉めていたりだとか、まあ、そういうふうな状況、それも2002年の頃にももうそうだったんですよ。だもしあの時に僕の言った場所に来てくれていたら、ちゃんと二人きりでちゃんと会えていたのと、あとテーブル用意してくれてるから無料で部屋とか借りなくてもあそこでメモしながら話し合いとかできてたんですよ。だからとりあえず僕の言ったことを受け入れてもらわなかったら、これね、ガソリン車の生産停止に関しても先に、小林さんの方たちにお話ししておきますね。もともと僕は二十歳ぐらいの頃に言ってたのは、ガソリン車の生産を停止したらいいっていう話なんですよ。で、それを、
小泉純一郎さんの代にしていれば2025年にガソリン車生産停止、日本全国で、で、東京都の方で今の形で言うと、2035年にガソリン車生産停止で、東京都の方はガソリン車の生産と販売を停止じゃないですか。2030年にですよ、東京都は2030年。ということは5年早く東京で前倒ししてるっていうことは、もともとの計画は2020年に東京都でガソリン車の生産停止で、で、物事は進もうとしていたのが逆になってるんですよ。東京都で逆にオリンピックになってるんですよ。その当時はもうかこちゃんは子供の頃だったから、絶対かこちゃんたちに責任はない、まこちゃんにも、で、あきこちゃんにも、当時の僕にも、その件に関して責任があるかって言ったら、僕にはまず実質的な権限とかもないですし、むしろその方向を進めてきた人間で、誰かがその内容を記録してくれてたはずなんですよ。で、僕からの提案まで話をうまく僕を誘導するような形で、安倍晋三さんに第二次政権を担ってもらって、で、自分から自発的に、その、なんていうんですかね、こう、率先して、自分はどうにかしなきゃならないんだっていうような形で、安倍さんが、アメリカ行った時に、アベノミクスは、ガソリン車の生産停止を打ち出すものであって、一応そこまで言っていいんかいで、心の声で安倍さんに、本当はガソリン車の生産停止ですよねっていうことを聞いたら、本当はそうってこう笑顔で、答えてくれてる安倍晋三さんの映像、口の動きだけなんですけども、声は変えてきてないんですけども、明らかにもそうだなっていうのは分かるんですよ。で、だから、どこでおかしくなったかって言ったら、2004年なんですよ。2004年、厳密に言うと2003年のホテルオークラのメインバーで勤務していた時と、その後に起きた状況によって、精神病院に通院させられて、そこなんですよ。全てはそこなんですよ。一応メインバーとかに来た人とかで、僕とか2000年の淡路花博の時もそうなんですけども、ウェスティンホテルとかで働いて、明石海峡とか僕にね、ちょっとこれ見てくれるって、これ見てどう思うって、ちょっとそのままずっと見といてって、車ずっと通らへんやろって、15分ぐらいずっと見ていて、車1台も通らないんですよ、明石海峡。21時45分ぐらいです。で、その作った意味とか、これどうするんやろうなっていうようなことが、その当時から、こんなもん最初からせんかったええとか、エネルギーの残存の問題とか、あとは税金の使い方の方向性からとかでも、そういうふうなことを言いに来てくれたのかもしれないです。その人材派遣会社の中に入りながら一緒に働くような形で、なんか今佳子ちゃんの声でそうするっていう声が聞こえてきたんですけども、いや、だから僕は面接をしてしまってるから、分かるんですね。そうするっていう声が聞こえてきてただけなので、意味がよく意思疎通ができていないっていう形です。で、ちょっと待ってくださいね。今何を話ししなきゃならないのか、ちょっとよくわからなくなってきた。そう、そのガソリン車生産停止の件に関して、だから、オリンピックに関する、東京都政六法の、東京オリンピックに関する基金の条例に関しては2006年に施行されてるんですよ。だから2004年ぐらいにその精神病院に通院させられて、特に公用病院、公用病院が一番怪しいですね。だからその前に2003年に、裏手の原山整骨院が解体されてるんですけども、2000年のアジアの頃には中に人入れなくなってたんですよ。ペケポンの大きな木の板を打ち付けていて、こんなに悪いところだったのは知らんかったわって、もうわしらはどうにかしとくわっていうことで、で、だから2003年それで阪神タイガースは建物解体されて優勝してるんですよ。
だから本当にこれカコちゃんを責めてるわけじゃなくて、本当になぜここに来てくれないんだろう、昔は来てくれたのにになるんですよ。ある程度の年齢の時まで来てたし、ドアちょっと開けただけで無理やり中に入ってきた時あったでしょ昔入ってもいいって言ってくれたからとか、なんか笑いながら、カコちゃんだけですよ。カコちゃんだけもうそれぐらいの気持ちで来てくれたらいいんですけど、他の人間それ一回、松山秀樹が無理やり僕の家のちょっと開けた時に入ってこようとこうやってちょ何やねんお前、何やねん誰みたいな形や危ないやつ来た今笑いながら言ってるけどこっちめちゃくちゃ怖いですから家のと閉めようとして無理やり入ってこようとするんですよ。そんなことされたことあります？俺やからとか言ってるんですよ。で、それはその頃は完全に無名の頃ですよ。松山秀樹っていう名前、多分僕の中学生の時の同級生の原田真一いや、俺やからって言われても同級生だったとしても怖いものは怖いですよ。確認終わってからじゃない、同級生だったとしても、いや一体何があってんっていう、ちょっと待ってってなるじゃないですか。急にそんなめちゃくちゃなことし始めた人間、同級生であったとしても怖いから、もっとそんなことしたら指にドアに出挟んでどうするの。ちょっと別の面白い話をしようかなと思ったんですけど、まあ僕の昔のよく遊んだ友人で、まあ長安信弘っていうものなんですけど、一応まあその能登半島の撮影行った時に、その七尾市の駅か穴水町かのどちらかで、その長安っていうものが現れたんですよ。長安信弘っていうものが、もともとその能登半島の地震があって、まあ神戸市の丸商建設っていうところに働いていて、建築業界なんですよ。で、その見た目そうめちゃくちゃこう怖いような感じとかじゃなくて、髪の毛染めてるところはちょっとダメなところなんですけども、それ以外はどちらかというとこうほっそりしていて、まあ全然怖そうに見えないタイプで、まあ優しそうな顔してるタイプですね。で、まあずっと丸商建設で勤めてたみたいですから、もともと阪神・淡路大震災も経験してますし、まあ能登半島の復興へみたいなことはあらかじめその言ってたんですよ。で、彼がその能登半島のところで現れたりとかもあったんですけども、全く気がつかず、終わってからですよ、離れてからですよ、後で家帰ってからぐらいだったんじゃないですかね。あれ、いやそのままいなくなってからですよ。あれ、なんか どこかで見たことあるなって思ってたけども、って、あいつ長安やんみたいな形で、だから目の前に現れても認識力ってないんですよ。なんか9月2日の時に、カコちゃんの時はカコちゃんちゃうかなって思ったんですよ。で、あの時電話で受け答えしてたのが誰なのかどうかっていうところで、こう話が噛み合わないだとかで、だから手話パフォーマンス、いやだからあれ、みんながそういうふうなインターネット記事が流れてくるわけじゃないと思うんですよ。ちょっと僕の方の内容の記事見たらびっくりすると思うんですけども、ものすごく数の記事が
名前で来てるんですよ。いやもうわけわかんないですよ本当に。まあ今のところ言えることは、今日来たのはその佳子ちゃんなのかどうか、それと今撮影してる時にまあなんかソフトバンクの優勝が決まったとかいう速報が殴られてきて、まあと思ったんですけども、まあ、かおちゃんが来ていたとしたのであれば、まあ大丈夫かなというところと、まあ僕もそれは今日来てたらどうしようとかで、ずいぶん買い物の行き帰り参ってましたね。で、家出た瞬間、女性2人組がテレビに向かってずっと喋っととか、何かそれを僕の横を通りながら言ってきた2人組、その2人組は以前も同じメンバーなんですよ。だから昔もそうだったんですけども、この周りの人間とこう面識持ったり情報を交換したりするんじゃなくて、僕とだけ情報を交換してはよかったのに、その全逆になってるから、僕にあれこれ言ってくる人たちが、もうこの辺り一帯はもう汚染されてるっていう状況です。いろんな意味ですよ。ちょっと目線外して話したりしてますけども、なんかこうちょっと涙目になったりとかで、目線外してこう喋らなかったら喋りにくい状況です。で、次の言葉はなかなか見つからないんですが、頭の中どうなってるのかなとか、何かこう画面見ていたら、相手の神がかり的な力なのか誰なのか、まあ見てる人間が多数はいるでしょうが、いや今一瞬佳子ちゃんの声だけかなと思ったら、コンピューターが聞かせてきたのか、別の女性の声で帰るわっていうような声が聞こえてきたんですけど、いやまあいやまあ佳子ちゃんのこの間の声もだいぶ変わってたので、これね、だからやっぱり相手苦しめるだけだと思うんですよ。普通相手は家行くはずですから。18時、まあ一応インターホンは、まあ潰れてるような状態ですね。一応わずかに音は鳴るんですよ。わずかに音鳴るだけで、あの音の大きさだったら何か知るときだったらまず気づかないです。で、あとはその18時だったとして、僕どこに向かって歩くとか、まあなんか元々の話はちょっと思い出しかけ始めたりはするんですけども、いやだから、テレビに向かって今だから、まあこれスマートフォンの撮影ですけども、喋りにくくなったりとかしてる部分と、あとその18時っていう件をしっかりと覚えていたら、今日阪神タイガースのスポーツの勝ち負けを、している時に頭の中でよぎる、まあテレビに映る人たちに自動で伝わる、それを防ぐために記憶をコンピューターが消去するだと思うんですよ。昨日はその18時って聞こえてきた時にメモしとこうと思ったんですよ。メモしたのかな、ちょっと見てきますね。すぐ戻ります。昨日の晩も確かメモしようと思ったんですけども、なんかメモしたらその効力はなくなるとか、何かそういうふうなワードが頭の中よぎって、やっぱりいいかとか、まあそういうふうな
18時、いや、まあ、メモに関してもたくさん今裁判を云々でいろいろメモしていて、その先にメモしてそれから打ち込まなかったら簡単ネットプリントでセブンイレブンにまたエロ業界の雑誌置かれたからコピーしたら全然違う文字で10箇所ぐらい全然違う文字に変えられてプリントアウトされるんですよ。で、まあ、かなりの裁判妨害を被っていて、これはこの世の中すらこんなにこんなにめちゃくちゃになるなというところです。あとブルーレイディスクにもともと記録していたものも新しく、まあ、データをさらに移そうとした時に、読み込みがパーセンテージがいつまでたっても 0% のままで、でそれを途中でやめたら今まで記録していたものが全部なくなったと。それはまあ今日の出来事で14時過ぎの出来事です。まあ14時前に行って14時20分ぐらいになっても、0% のままで、もう絵は消しとこうと思って消したら読み込んでる途中でもう全部消えたと。もう同じような現象も少し前にあって、基本的に裁判お金がないから電気代をできるだけかけないようにしようとしてますから、まあ、パソコンのバッテリーに関して23時以降に充電するような形にしてるんですよ。で1日1日そのバッテリーの範囲内だけで、書類を書いたりだとか、まあ、けどワードでも2時間でまあ5ページぐらいしか書けないですね。でそれぐらいでバッテリーなくなります。まあ、一応テレビに向かっての受け答えとか撮影して、まあ、その証拠として記録してどういうふうなことを喋って、で2回目再生した時に1回目再生した時の受け答えの部分がなくなっていたりだとか、まあ、そういうふうな内容とかも確認したりしています。まあ、これが裁判所は真実が全てだとかそういうふうな言葉で、本当の言葉だけがこう受け答えした内容がこうずっと出てくるのかどうなのか、システム自体の設定を知らなかったら結局はまあ無理だなっていうところで、いやまあ一応まあそういうふうな受け答え何分何秒にこういうふうなことを言ってますっていうようなものは作ってます。で CM に関しては言葉は変わらないっていうことが分かりました。撮影した内容裁判所に提出するとき何回見ても、まあ、やっぱりテレビ局と CM は会社で作ってますから、だからテレビ局とその CM の会社は線引きしてるっていう形は分かりました。だから多分僕の動画に関しては喋ってる内容は変わらないんだと思います。多分そういう変なことをしてるのはテレビ局だけだと思うんですよ。で多分それらの全ての、脱却を始めるには多分そのスタートは、佳子ちゃんは僕の家にちゃんと来てしっかりと話しましたからが多分スタート地点だと思うんですよ。もうその変な方法をやめましょうっていうことで、だと思います。一応まあ予算云々の都合とかもあって、その赤坂御所へ行くだとかそういうふうなのも多分4万円ぐらいなかったら無理だと思いますんで、今新幹線の、まあ、金額も円安になったら金額ちょっと高くなるんでしょうか。まあその神戸電鉄の分と、まあ、市営地下鉄の分とそれと新神戸駅から、東京駅までの分の往復となってくると、まあ、あとは食事代と合わせたら、まあ、4万円ぐらいかなというところですので、まあ、かなり、厳しい状況での設定にはなっています。だから今のところ
今年中に行けるかどうか、多分年末行ったらまた追い返されるんでしょうし、よくわからないですよ。年末あの時、去年行った時も一人あの、その言い方だったら無理だっていうことを横通り過ぎて行きながら、茶髪の人を見かけたんですが、メガネをかけた。よく思い出したら、その人警察官の人だっていうことを後で思い出したんですよ。な、知ってる人で。で、その人と一緒に言ったら物事進んでいたのかなだとか、今正解っていう言葉が聞こえてきました。っていうことは知り合いの誰か警察官と一緒に行かなきゃならないみたいな、その話も誰かから聞いたことあるんですよ。あと警察官が言いたがるのは、向こうの方から来るからとか、何かそういうふうなことで、別にこちらからいても法律上何の問題もないわけじゃないですか。で、あとは、まあ、テレビに向かっての受け答え、テレビ朝日相手に、まあ、今訴訟中ですけども、裁判官の方もこの間の法廷でテレビに向かっての受け答えに関してしたらダメだっていうようなことは一言も言ってないんです。それ、まあ、文章で、まあ、尋ねてますけども、それ、まあ、さすがにそういう無茶設定っていうものはないのであって、こう何か間違って伝えてたら、伝わってたら困るから、こうしっかりと伝えなければならないとか、そういうふうなところがあるはずですから、だからそういうふうな無茶設定はやっぱりないですから、ちょっとまあ今回動画長くなりましたけどももし今日18時頃カポちゃんが来たんだったとしたら、まあ行ってないかな、どうかなと、何回も往復してるのか、その手話鳥取行った帰りに兵庫県を寄ったみたいな形にしてなのか、いや、なんかそうするとかいう男性、老人男性の声が聞こえてきてるんですけども、多分その老人男性はカポちゃんがこう手紙みたいなものを渡しに行った黒い服を着てる男性老人だと思うんですが、分からないですよ、もう全然。こんなに対象者が多かったら声を覚えることすら一苦労ですから。まあ今回は、まあ相談ということで、動画、でメッセージ送らせていただきます。以上です。